歩き始めた子供の笑い声が響いてる。そんな暮らしの中で芽生え始めた何かを大切にして生きるため、日々の暮らしがある。時計の針が時を流している。わけでもなく、明日の朝、新聞の日付がただ変わっているだけのこと。2センチ足らずの雪が科学の街東京を一日で塗り替える。その変わらぬ雪の色に人は何を思うのだろう。変わりゆくその日々に寒さの中に隠れているのは暖かさなのだから。あと5分の幸せを誰もが知ってる。ありがとうございました。